皆さんおはようございます。長尾です。今回は沖縄県恩納村にあります琉球村に行いました藤本真希さんの三振ライブの様子を撮影しました。撮影日は2022年2月26日になっています。今回の藤本真希さんの三振ライブは第1部と第2部がありますが、実際に今回の三振ライブの様子は一体どうなっているのか楽しみになってきますね。実際に私も見てまいりましたが、どういう風な曲が演奏されたのでしょうか。実際に楽しみになってきますね。それでは藤本真希さんの三振ライブの映像が流れます。じっくりとご覧ください。
それでは続いて足蹴毛という曲歌いたいと思うので、踊りたくなった方ぜひね踊ってください。足蹴毛の踊りね、そしてこう手をね扉を開けて閉めて開けて閉めてみたいな形で踊りますのでね、よかったら肩凝ったよという方ね、揺らすだけでも踊れるかなと思うので踊りしてください。恥ずかしい方手拍子で大丈夫ですよ。よかったらね、あとイヤーソン立ってたらアイヤーってね、ちょっとこう口ずさんでいただけたら嬉しいんですけど、まあちょっとこういう時期なので楽しんでいってください。
させていただきました。改めまして、藤原智樹と申します。皆さん、ハイサーイ！ありがとうございます。ちょっとね、今週はこれで2回でね、やっとちょっと暖かくなってきて、ね、沖縄らしくなってきたなと思うんですけど、皆さんね、本当にいい時に来ていただいてありがとうございます。私の方がですね、沖縄の歌とかを歌っております藤本真希と申します。CD も出しておりまして、昨年の11月に、新曲ですね、アルバム発売させていただきました。よかったら、ね、皆さんお土産に、買っていただけたら嬉しいです。そして県内の方もライブに来てまして、来月3月20日ですね、宮崎かな、宮崎だイオンモール宮崎というところで歌わせていただきますので、九州からね来たよという方、ぜひ見に来ていただけたら嬉しいです。皆さん、どちらから来られましたか？九州から来たよという方いらっしゃいますか？あ、本当ですか？九州どちらですか？沖縄、どうだ、九州沖縄ですか？ここ見てね、沖縄からありがとうございます、嬉しいです。もう顔が赤くなって浮き上がってるかなと思うんですけどね。皆さん、あれですか、関西ですか？関東、あ、違う、名古屋東北、もう過ぎたかな、関東かな、はい、だってね、いろいろ東京だと銀座のワッサショップさんにも歌いに行ったり、あとね、大阪の方もね、歌いに行ったりもするので、またね、見かけたらぜひ声かけてください。ありがとうございます。それでですね、ちょっと私のオリジナル曲も聴いていただきたいなと思います。雨漏りをね、通して家族愛を歌った歌なんですけど、雨漏りってこうね、結構熟成されて何年もこう受け継がれていくもので、家族もね、やっぱり一緒かなというのでちょっと作ってみました。雨漏り、意外だという曲ね、オリジナルなんですけど、聴いていただけたら嬉しいです。
Thank you.
なんかちょっと逃げたり遊びかな、はい、どうしたかな、踊りたい人踊ってね、お父さん踊ってね。いかがだったでしょうか。私も実際に見てまいりましたが、会場にいた人たちも結構大歓声で良かったですね。私も実際に見ても大歓声であることが分かりました。本当に良かったです。これからもね、実際に見て
沖縄近くに感じていただく、それがね、いい風景だと思いました。とても良かったです。このチャンネルでは、沖縄風景やイベント、そして沖縄の今の状況をお伝えするライブ配信を行っているチャンネルとなっています。もし、この動画が良かったら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。今回の動画はこの辺で失礼させていただきます。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。それでは、失礼いたします。ありがとうございました。